本日は、大日本プロレス公開記者会見にお忙しい中、ご出席そして、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。大日本プロレスリングアナウンサーの熊川英治でございます。本日は、昨年の9月から行っておりました最強タッグリーグ2022の、優勝記者会見を行わせていただきます。2月13日後楽園ホール大会株式会社フロンティアソリューションプレゼンツ最強タッグリーグ2022決勝戦蛍光灯タックレスマッチで見事優勝を収めました、流血無双コンビ若松大樹アブドーラ小林組本日来ております。それでは、まずお二人からコメントいただければと思います。ではまず若松選手からお願いいたします。はい、最強タッグリーグ2022、流血無双コンビとして、優勝することができて、まあ、本当にこういう結果に、まあ、優勝しようと思って意気込んだわけですけど、まあ、本当こういう、ね、一番いい結果に終われたのが本当に、嬉しいです。はい。でまあ、アブチンに育ててもらいながら、まあ、育てながら勝つという、まあ、ものを持って僕らこのリーグ戦取り組んできて、それが、顕著に出た、リーグ戦だったかなと思います。はい。まあ、アブチンのおかげで育ててもらって優勝することができました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは続きましてアブドラ小林選手お願いいたします。若松が言ってくれたことが全てですね。はい、できた弟子です言うことありませんありがとう。もう育てながら勝つで、正直育てばいいかなと思ってたんだけど、ここまで勝てるとは思ってませんでしたね。はい。まあそれはね、まあ彼の才能もありますし、何より先生が良かったと思います。はい、はい、ありがとうございます。それでは、奈良記者から、質疑応答となります。お願いします。改めて優勝戦のクレイジーラバーズについて、お二方から感想をいただきたかったんですが、対戦相手決勝戦もちょっと振り返っていきたいんですけど、決勝戦ああ、決勝戦振り返っていただきたいと。頭がポケットしてるんだよなんでですか起きたのさっきだちょっと来るの遅かったですけど何でしたっけ、まあ、クレイジーラバーズクレイジーラバーズについてですね。クレイジーラバーズ、はい、いやまあ彼らはもう本当完成されたチームだと思いますね。はい、完成されたがゆえに我々に勝機があったと思いますよ。全然完成してないですよ、我々は、まあ、まだそうですね、まだもっといけますね。ね、はい、で最後もね、俺上から飛ぼうとしたけど、多分明らかに滑ってましたからね俺ああいうね、で普段ね片手でエルボー打ちたいとね、ああ危ねえ危ねえって両手になったわけで、はい、そういう運もあったと思いますよ。はい、決勝に関してはまあそういうのもね、掴むのも実力のうちだと思ってますんで、ジャーマンの膝が痛くてさあの高尾さん、はい、高尾さん、高尾さんまだ痛いんだけど、まだ痛いんですか、まだ大丈夫ですか、寝起きが辛いんだけど、はい、まあそうですね、僕個人的には、まあ、リーグ戦で負けて、まあ、もう一回どっかでやらせろって言って、まあ、まさか決勝でもう一回やれるとは思ってなかったんですけど、まあそこも本当自分防戦一方の中で、まあリング上でも言いましたけど、石川祐希選手の姿が見えたから僕は、はい、なんとか相手にスリーカウントを許せなかったっていうのはあるんで、まあ、クレイジーラバーズ対クレイジーラバーズに関しては、まあ、まだ僕はタックながら勝てましたけど、シングルだったらまだ及んでないのかなって、でもまだ分かんないんですよ、それは及んでないかもしれないし、もう及ぶぐらい成長できたかもしれないんで、だから、まあ、シングルの機会をぜひ与えてもらいたいなとは思います、はい、クレイジーラバーズ、まあ、まあどっちでもいいですけど、はい、本当にね、よくできた選手だと思いますよ。石川選手のこととか気にかけてね。気にかけてるわけじゃない、事実。俺なんてあの決勝戦さ、はい、星野が前に前に来るから、うざくて。なんか、俺らが先ほどいたじゃん。はい、多分ね、なんか、はい、なんとなく、こっちに肩入りがあるんじゃない、あいつ的に。まあまあまあ。前に前に来るから、もう下がれって言ったもん。まあ、応援があったんでありがたかったですね、はい、いや、俺うざくていや、そういうのもね、
よくできた弟子です。はい。はい。今回その、まあ、デスマッチもストロングも、まあ、いわゆるシャッフルというか、まあ、全部一色となった形のリーグ戦を制したわけなんですが、そういう部分での優勝というのはいかがでしょう。まあシャッフルっていう部分ではね、自分が第一人者だと思ってますから、はい、だってね、違う国の最強でも2位になってるわけですからね。ね、違う国のね、一番いいベルトのチャレンジャーまで行った人間ですからね。暫定チャンピオンまで行った、ね。暫定チャンピオンだ。そうだよ、違う国だけど。ね、そういう面ではね、だそれ、あと他にもね、まあちょっと前の話になっちゃうけどね、関本岡林とかとかやって、ね、俺と伊藤とかで勝ってるわけで通常ルールで。そういう面ではね、もう、なんて言うんだろう、シャッフルした時の第一人者だと思ってますからね、はい、だから、俺が若松とかと違うのは、やっぱデスマッチ好きでやってないっていうのが一番かもしれない。やっぱデスマッチ好きで来てるわけじゃないですか、はい、ね、俺の場合最初からその大日本がデスマッチだから、ね、若手で頑張ってるからデスマッチやろうとかそういう空気だったんで、うん、そういう面ではもう常に両方できるっていうか両方できる体制は作ってますんで、はい、だからね、結構俺向きのリーグ戦だったと思いますね。だからもう ルールはもう向こう任せでいいやって最初から思ってました、ね、はい、どっちでもできる体制だから。で、若松本当にそう、奈良さんのツイートでキャリア3年3ヶ月って書いてあるけど本当だ。そうです、3年3ヶ月です。小学校だったら割り算もやらないぐらいで、いや割り算やるか、3年生やってますね。3年生って割り算やる、やるんじゃない、掛け算が2年生で割り算が3年生ってイメージです、うん、割り算やり始めは結構止まってんだよ。なるほど、それが言いたかっただけ。すごいなと思う、ほんとに。で、例えばね、俺若松ぐらいのキャリアの時、たまにメインイベント出たことあるかもしんない、ね、あったけど、はい、本当ミスターポーとかに受理されだけで終わってたからね。そう考えるとね、ここまで結果出すっていうのは、本当先生がいいね。なんか先生がいいからですね。結局俺が書いてる。まこちゃんも喋りなさい。結局俺しか喋んなくなってるから。まあ、阿部ちんも言いましたけど、僕も、まあ、常に自分の団体では通常ルールでもちろん試合してますし、まあ、今度、今週の日曜日には通常ルール、まあ、当たり前ですけど通常ルールで、自分の団体の最高峰のベルトにシングルで挑むんで、まあ、そういう面では不安はなかったんですけど、ただ相手に全部ルールを任せた上で勝てたっていうのは僕の中で一つ自信になりましたね。こっちから、まあ、こっちからだったら別にいつもストロングルールでやってるチームにハードコアでやろうって言ったらもちろん僕ら有利なんですけど、まあ、向こうから提示されたルールで、勝ち進んで決勝で勝てたっていうのは、はい、自信になってます。優勝して今後このタッグチームとして何を目指すかっていう部分はいかがでしょう。何を目指すか、ね、まあ、うちにねタッグベルトがあるわけですから、まあ、最終的にはベルトを持って思いますけど、正直今じゃないような気はしてます ね、はあ、ね、そうするとねこの価値が下がってしまうような気がするから、ね、チャレンジャーとして今の現状ではベルト戦はやりたくないですね。そうですね、うん、それは若松にも言ってるけど、はい、ね、だってね今日の時点で俺らが一番強いわけだから、うん、ね、だから試合後のコメントでも言ったけどね、彼らアストロノーツ、ね、ベルト巻いてるってことはね、あ、タッグチャンピオンってことはね、勝ち負けの世界にいて一番上の選手がね、勝ち負けの世界に出て負けたわけだから、それもね、後で聞いたけど蛍光灯持ち込んだ上で負けてるんでしょ。そうですね、持ち込んだのが、はい、アストロノーツだったら、俺武田とかは蛍光灯持ってきたと思って勘違いしました、ね、リンクがチャリチャリしてるから、ね、あいつらが蛍光灯持ち込んだ上で負けたっていうことのなんか重さをもっと感じてもらいたいですね、はい、そういう面では、ね、まあ、最終目標はね、世界チームだからタッグってのはありますけど、今現在の王者にやる意味がないと、はい、思っちゃいますね、はい、難しい話をしすぎたから。
まあ、僕はあの自分の団体もタックベルトあるんですけど、そこに、岡林選手とチチャリーと翔輝が、うちのチチャリー翔輝が組んで挑んだっていうことがあるんで、まあ、大日本さんで最強になったんで、まあ、2AW でベルト戦やっても僕は面白いんじゃないかなと思うのと、あと、まあ、インディー何でしたっけ、インディー大賞かのベストユニット、ベストユニット、はい、狙いましょう。小林軍団っていうのは2年連続ノミネートされたんで。あ、そうなんですか。でも去年はそのアストロノーツがタックながらノミネートされてたんで、僕らも可能性なくはないのかなと思ってるんで、あの全盛期のストロングハーツと1位で俺ら2位だったから、小林軍団。あ、そうなんですね。実はチームが見てたら、なんすか小林軍団って。人気あるんだよ。そうあ、ベストユニットか。じゃあもう一人増やして6人タッグとか狙いたいね。あ、いいですね。ね、はい、誰かいれば森広とか来ねえかな。森広さん。この間新木場のなんか俺と森広くんの試合評判良かったんだけど。あ、そうなんですか。いや、俺の界隈で。俺の界隈で。昨日お店で、はい、小林さん、この間試合すごかったですねって言ったら、ありがとうって。てっきりこの話かと思った。はいはいはい、森広通るから。最高でしたと。そういう人も世にはいるから。森広さんちょっと。ね、森広さん、ね、フランクブレイクしてもらいたいよ。フランクは体の一部なんでしょ。はい、一部です。すごいなと思うね、それは。革命だよ、革命。まあ、何かしらベルト取りは本当にしたいですね、うん、はい。で、せっかくこういうの取ってるわけだから、その意味のあるベルト取りですね。はい、はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。それではフォトセッションに移ります。小林さん、後楽園で自分撮ったでしょ。小林さん、本当に始まる数十秒前から実はこれでいいですか。これ大丈夫です。実は出立ちは、はい、なんかマレーシアから LINE が来た。マレーシア、ちょっと引っかかってあげようかな。私は大阪とマレーシアのハーフですとか。それ見てたら、オーブに行かなきゃ行かなきゃって。じゃあ、真ん中にまだビービーやってるな、ちょっとまだビービーやってるの。ビービーやってるの。ビービーコンサートで、これは私。それでは真ん中に、あ、だから BJW ジャージちゃんとちゃんと着てきてんだから。ちゃんと着てきてんだ。昨日ジャージでいいって言ってたから、ジャージ自分も着たのに上羽織ってるなと思って。生配信してますからね。あ、10秒前に言っちゃったから YouTube で、はい、あ、い、ま、い、いろいろ話した方がいいよ。マスクはそうです。もた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 。これは外しちゃったね。はい、じゃあ真ん中にお願いします。どんな感じがいいかな、お任せします。ラインナップカメラの方、なんかポーズしてありましたら。お、これ YouTube ライブですけど。YouTube ライブのカメラマンの方。大丈夫ですかね。違う人、ね、違う別人です。持ちますか。こんなブチュってやっちゃう。そうですね。お前どっち座った。もうこの向きじゃないですか。この向きだっけ。あ、いや、でもあのリング上ではどっちかでした。こっちかこっち。どっちだっけ。でもこう置いてたのに対してアブチンがどう思ったかですね。で、絶対こう思ってるでしょ。そう思って、で、チューするときじゃこうかな。いや、こうでしょ。いやいや、でもあの向きはこうだと。どっちかと。お前のとこ舐めたくないから。じゃあ多分お前のとこ舐めたくあ、じゃあ、この辺舐めよ。舐めよって。舐めよ。逆っぽいっすね。逆。俺らはこれ舐めたりしても怒られないから大丈夫だよ、ね、取ってるから。どっかの偉い人なかったか。噛まない。こっちいいですか。大丈夫ですか。はい、はい、これ食べて持ったら重みがあるね。
陸上で軽っと持ってはい、それでは、流血無双コンビのお二人でございました。ありがとうございました。はい、それでは、大日本プロレス公開記者会見を終了いたします。本日はお忙しい中ご出席、ご視聴誠にありがとうございました。以上で終了いたします。ありがとうございました。卵とかない生卵とかない昨日から胃の調子を整えて終わってください生卵10件あるじゃん昨日見ちゃった時のあまり